でなんですけど、うん、で今年になるとやっぱりどうしても海に行かない方とかって多いと思うんですよ、うん、なんでこうちょっと不思議なんですけど SNS とか使用してこう自宅でプールみたいな企画とかを考えていまして、で本来ですと今の時期から水着販売したりするんですけど自宅でプールとかだったらもう今の時から早めに取っていただかないと6月に間に合わないかなと思いまして、っていうのを考えています。どうですかね。え、ゆうこさ、はい、え、ポケモン好きだっけ。ポケモンですか。あ、好きです好きです、はい。え、ゆうこでもさ、ポケモン好きな感じ、はい、ないよね。あ、そうですか。なんか結構好きで、もともと弟が好きだったんですよ。うん、はい。で、だからそっからの影響でなんか最近すごいニコルンとかも好きだったりとか、うん、結構ニコルン好きだよな、はい、うん、とか、なんかポケモン自体が昔よりも男の人のものって感じじゃなくなって、なんかそっからすごい、まあね、もちろん女性で好きな人めちゃくちゃ多いけど、もともとサンリオ大好きだったんですよ。俺でもユウコ好きって知らんかった。あー、好きです、はい。あ、なんで分かったんですか。え、いや、後ろにブライト、これですね。これはあのミスタードーナツでポケモンコラボやっててって感じです。あ、なるほどね、はい、うん、まあまあ一人暮らしでもゴミはちゃんとゴミ箱に捨てましょうね。ゴミですか。うん、ゴミ、ちゃんとゴミ箱に捨てましょう。ゴミ、パピコ、パピコ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、すいません、すいません、ごめんなさい、さっき食べてて、パピコ、すいません、すいません、すいません、見えますね、結構、すいません、気づいてなかったです、すいません、うん、丸見えだよ、丸見え。すいません。世界丸見え。え？世界丸見え。え？世界丸見え。世界丸見え。うん。はい。ほら、あの、日本、日テレでやってるやつ。ああ、知ってます、知ってます。はい。所さんの。うん。そうですね。世界丸見え。うん。で、SNS とか、インスタグラマーの方とかに、うん、もう今から、でなんで最近グリーンバックでの撮影ってすごい流行ってて、うん、でそれで撮っていただいて、お送りして撮っていただいたのに背景合成でみんなであのナイトプールとかもう海を再現するっていうのをちょっと考えていまして、で自宅で水着ファッションショーって今の、ゆうこさ、はい、ゆうこさ、はい、結構線路沿い住んでる。はい、線路沿い住んでる。はい、めっちゃあれ電車の音すっからすいません。そうなんですよ、たまに結構そうですね、うん、通って、はい、すいません、ま、世界丸見え。はい、世界丸見え。はい、え、てかさ、やっぱさ、え、線路沿いってやっぱ家賃安い。あ、もうそうなんです、私あんまり家にもう帰ってきて寝るだけだったりするし、うん、はい、どうしてもなんかオートロックの家がいいなと思ったら、オートロック入れるだけでなんか1万5000円ぐらい高くなっちゃって。なあ、なるね、うん、はい、なんでだったら別に線路沿いでもいいかなと思って、しっかりしたここに住みたくて、はい。え、ゆうこいくらんとこ住んでたっけ。え、いくらんとこ住んでたっけ。まあ普通に、普通ぐらい7万8000円とかです。え、それでオートロック住める。あ、はい、行きました、行きました。もうマジ、はい、ちょっと離れてるんで、都内から。いや、嘘、もっと高いとこだろ、絶対、オートロックあったら。いや、本当にそんなもんですよ。あ、マジ、はい。あ、続きいいですかね。続きいいですかね。で、自宅でファッションショーっていうのが、なんか逆に新しいかなっていうので、で、背景を、こう、なんだろう、普段行けないハワイのビーチですとか、ワイキキのビーチとか、
なんかいろんなビーチに合わせて、そのビーチに合う水着のファッションショーみたいなのをちょっと考えていまして。え、それさ、はい、え、後ろのやつってさ、何や、その、ピカチュウの横の、カバン？クッションです。エコバッグ？これ、あ、これですか？あ、クッション。あ、普通にバッグです。何入ってんの？ファッショングッズとかないの？見せてよ。普通に、なんかこの間、サクッと、ちょっと買い物行った時、普通にウェットティッシュぐらいとかです。ウェットティッシュとか。今必要だよな、ウェットティッシュな。はい、とか、普通に、クシとか、ちょっと汚いんですけど。あと、メガネとかです。ちょっと、うわ、かわいい。何それ、入れ物。おもろ。口が開くんですよ。分かった。あ、何それめっちゃいいじゃん。え、うちってそれ、そういうの置いてたりすんの？え？うちってそういうの置いてたりすんの？まあ、あんまりないですかね。端っこ置いといてよ、そういう小物。あー、はい。ゆうこ探しといておもろい、それは。わかりました。それはね、唯一ビジネスの匂いする。はい。え、ゆうこさ、え、それ白いのくし、え、え、白とさ、お前赤となんか紅白まんじゅうみたいだな、そのクッション。え？紅白まんじゅうみたいだな、そのクッション。ね、白と赤で。赤です。後ろのクッション、紅白まんじゅうみたいだな。ああ、これ？はい。え、あれ？ゆうこが赤で、彼氏が白みたいな感じ？いや、そんなのはないですけど、これクッションじゃないです。あれ？お前あれだろ、同棲とかしてんだろ、多分。え、してないですよ。え、マジで。え、お前赤でさ、彼氏白、もう定番じゃん。全部わかるよ、そういうの。めっちゃ鋭いから。してないですよ、普通に。あ、お前、そういうことか。パピコも彼氏と半分ずっこ的なノリ？違いますけど。マジで、いいね。いや、いいよいいよ、めっちゃ来いって失敗しといた方がいいから。アパレルってマジそういうもんだから。おもろ。マジおもろいね。いいよ。うん。いい流れ。それはオートロック進めるわ。なあ。ちょっとゆうこの部屋、一通り見せるみたいな感じする？今日の会議は。ゆうこの部屋、あの、なんか、見してよ。は？なんでそんなことしなきゃいけないんですか？いやいや、なんで？いや、普通に。アパレルで使えるかもしれないじゃん。はい？今どき女子の部屋。え、普通にセクハラですよ。セクハラなんてしてねえよ、俺。頭おかしいんじゃないですか？え？なんですか？さっきから。え、なに？どういうこと？さっきからって。音聞こえるとか、部屋の中見たりとか。部屋の中見たりとか、音聞こえるとか、何なんですか？わかりましたよ。はい。僕が飲んでる野菜ジュースです。そういうのじゃなくて、どういうつもりですか？画面越しだったら何でもいいと思ってるんですか？案外しょぼいやつ使ってます。画面越しだったら何でもいいと思ってるんですか？音鳴りません。壊れてるんで。わざとですか？壊れてるんで音鳴りません。わざとですか？どういうつもりですか？画面越しだったら何でもいいってわけじゃないですよね。リモコン死ぬほどあります。リモコン死ぬほどあります。だから変な人出てくるんじゃないですか、SNS とかで。あなたみたいな人が匿名で何でも書けると思って。最近買いました。今なんで。何が言いたいんですか？
家汚いですね。貯金箱です。家汚いですね。いろんなものあって。みたいな感じ、俺は。はい、ゆうこ。ゆうこ、早く。汚いですね。あと、下の名前でずっと呼ぶのやめてもらっていいですか？気持ち悪いんで。あ、マジない？はい。ごめん。普段そんな言わないじゃないですか。何ですか？画面越しだったら何でもいいと思ってるんですか？うんじゃないですよね。会議もまともにしないし。私も嫌ですよ、そんなの背景とか。でもなんか背景設定するのも変かなと思ってちゃんとやろうとしてるんじゃないですか。ごめん。ごめんじゃなくて。ごめん。電車の音聞かないでください。ごめん。うん。気持ち悪いです。もうふざけてばっかで気持ち悪いです。ごめん。ちょっとお前何しろおい、いやいや、お前にその笑ってほしくてやったんだろ、お前。無理です。写真撮んなよ、お前。無理です。いやだ、ごめん。悪気なかった、マジで。醤油入れるのの先っぽだけ撮った。何が面白いんですか？嘘、これイヤホン、イヤホンのやつ。何が面白いんですか？何が面白いんですか？やりましょうよ、普通の打ち合わせと同じように。いや、だって私もうどうしたらいいんだよ、じゃあ俺は謝ったしよ。もう無理です、すいません。やめます。みんなに報告します。部下の部屋を物色したって。見えても見ない、それがリモート会議だと思います。共に頑張りましょう、はい、あともう一つ気づいてなかったんですね。え？私ここ背中に、ここの背中に下着を置いてます。